皆さんこんにちは。ただいまより第149回日照簿記検定試験3級に関する回答速報会を開始いたします。担当はレック専任講師の富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずはですね、皆さん本日の受験の方ですね、お疲れ様でございました。今日はですね、当然地域によってね、いろいろ差はあるとは思うんですけど、僕が今いる東京はですね、朝のうちはね、雨も降ってなくて、昨日に比べるとだいぶね、気候も涼しくなったというのかな。本当にね、昨日はムシムシしたけどね、今日は朝起きた時に気持ちよくね、目が覚めて、で学校来る時もね、気持ちよく歩けるぐらいの本当に適度な気温の中でね、試験を迎えることができたんで、今日は本当に受験生さんには ある意味追い風が吹いてるのかなとね、そんな気がしながらね、僕朝一回ね、こちらのスタジオにやってきたというところになるんですけどね。どうしてもね、この時期っていうのはもうムシ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 する中ね、試験問題解かなきゃいけなかったりもするね。特に男性はね、試験会場だいたいクーラーが弱かったりするんで、暑いなと思いながらやんなきゃいけないとかっていうのもあるんだけど、そういうのは今日はねちょっとなかったと思うし、でこの後お話もしますけどね、問題自体もね、当然本試験ですから図抜けで簡単とかっていうことは当然ないんだけども、比較的こうなんていうのかな、しっかり努力をされた方ね、受験に向けてしっかり準備をされた方であれば、その努力が報われやすかったというような問題の質ではなかったのかなというのが今日の僕のね、3級解いた上での感想になります。でそれらに関して今日ね、少しお時間をいただきましてお話をさせていただくというところになるんですが、そうだ、最初にちょっとこれをお話ししましょう。私どもレックのホームページの方もですね、この回答解説以外に、すでに回答速報をですね、アップしてございます。ね、回答速報っていう形で載ってあります。で、その回答速報の方を起こしていただきますとですね、クリックして起こしていただきますと、模範回答とともにですね、ちょっと打ちましょうか。よいしょ。模範回答とともに、今回もね、予想の配点箇所を、付けさせていただいております。第1問とか第2問は、誰が見たってこうだろうって話になりますけどね。顕著のやつは第3問とかの方がいいかな。はい、第3問等に関しましても、こういった形で予想の配点箇所を付けさせていただいてます。でただこれあくまでも配点箇所は予想です。西尾さんの方では配点箇所自体は公表されませんので、おそらくこういう形になるだろうということをね、過去の経験等に基づいて、私どもで予想したものをお出ししているというところになります。ですから今回例えば3級の第3問ね、合計残高試算表ちょっと面倒くさかったけどね、これに関しては、せっかくねそれだけ作業をやって作っていただいたというところもあるんで、横一列配点ね、だ記入内容が全て合ってて横一列一箇所配点だよという前提での配点にさせていただいているというところがございます。ただ実際にはね、例えばですけど現金勘定は借方残高25万5千円だけが配点だよというふうになる可能性もあるかもしれませんけども、ちょっとね厳しめで点数つけとけばね、皆さん方自己採点の結果が大きくずれちゃうとかっていうことはないだろうというところも考慮して、以上こういった形になっております。あくまでもこれは私どもの予想だということです。でただね、今申し上げた通り、今回お出しさせていただいてるのは例えば現金についても横一列配点だよって前提ですけど、残高の部分だけあってで一箇所配点かもしれません。そういう誤差はあるかもしれませんが、そもそも論としての配点箇所自体はね、そんなに大きくずれないと思います。おおむねですけどずれててもそうだね、1箇所ないし2箇所ぐらいだと思います。2箇所ずれることはほとんどないかなっていうふうには思うんですけども、一応ですね、あくまでもこれは私どもが独自にね、私どもの3級2級の担当者の方でですね、過去の傾向等々分析をして、おそらくこういった形の配点になるでしょうということで付けさせていただいているものでございますから、したがってこちらのね、回答速報をご活用いただいて自己採点おやりになる方もいらっしゃると思います。でその自己採点の結果というのはあくまでも参考であるという前提で、ご確認をいただきたい。確定的なものではないんだということですね。それは今申し上げました通り、実際に西尾さんはどういう形で採点しているかを公表いたしません。
ですから予想の配点箇所と実際配点箇所がずれちゃう可能性はないわけではないわけですよ、ね、だから自己採点はあくまでも予測の前提でということでご活用いただければありがたいというふうに思いますんでね、まあ、その点だけはまず皆さん方にねお伝えの方をさせていただこうと思います。はい、まあそんな前提でご確認くださいねというところになるんですけども、今日のね、そうだな、まあまず問題、皆さん同様にですね、私も一定の試験時間経過の後ですね問題入手をして、で回答しました。で当然僕以外にも他の3級2級の担当者、まあ主軸になってね、やりましたが、まあ僕が今日の3級の問題を見た時にまず思ったところは、まあまあ落ち着いてるかなというのがまず初見の印象です。ちょっとやっぱり最初ね、第2問が計画勘定、まあ神輿繰延べだよね、神輿繰延べに関連する勘定を埋めていただく問題だったんで、意外とこれ嫌いな方多いんでね、ちょっとこれで舞い上がっちゃうと嫌だなっていうふうには思ったんだけど、ただそれ以外の問題をねしっかりチェックしてっていただくと、第3問とか第5問とか、ここら辺がですね実際皆さんに処理を立てていただく内容、具体的な取引内容でしょ、あれ自体が、まあ本試験ですから簡単ってことはないですよ、簡単ってことはないけども、まあ落ち着いてる、ざっくり言ってしまえば、まあ、通常ですね3級の受験を想定してご用意されてる方々であれば見たことあるレベルの問題だろうというふうには思いましたんで、まあそちらのね第3問とか第5問とか、まあ、もっと言っちゃうと多分第1問の仕分けの問題もねだいぶ落ち着いてるんですよ。だから、まあ、イージーミスなんかにちょっと注意しながら対応してっていただくことができればね、第2問の問題形式で最初はちょっとえっ思われたかもしれないけども、それ以外の問題をチェックしていくことによって少しそこら辺はね落ち着かれていくことができたんじゃないかなというふうに思います。なら今日の問題に関しては、まあ僕が思うにですけどね、やっぱそこら辺、当然ですけど3級の合格戦略上外すことはできない奇数問1、3、5ですね、まあここをしっかり攻めてっていただいて、まあその上で2問4問で部分点狙いというようなですね、いわゆる極めてオーソドックスな3級の合格戦略というものを念頭に入れながら問題解答手続きを進めていただくことができれば、まあそれなりにね点数を積んでっていただくことによって、まあ、合格というラインがね比較的見えやすかったのかなという気はする。何が言いたいかっていうと、まあ、僕もう本当に思うんですけどね、最近の3級とか2級はもう問題がやたらめったらって言ってぐらい、まあ、やっぱ難化してましたから、難しくなってるんでね、そういうことを考えるとおそらく皆さん方受験生さんはですね難しい問題を想定しながら受験対策をお取りになってると思うんです。で私どもレックのね、直前講座をお受けいただいた方々なども当然そうですよね。まあ僕は普段3級の当連をやることはほとんどないんですけども、まあ問題自体はね、当然目を通します。で見ててもねやっぱり昔のって言っても比較の対象にならないですけど、僕がもう3級の勉強やったのって二十数年前です。もう数えるの怖いから数えませんけど二十数年前、そんだけ時間が経っちゃった経っちゃったんですけどね、僕がやってた時代のやっぱり問題、それがまあ長らく傾向としてはずっと続いてはいたんだけども、やっぱね最近の3級の答練一つ取っても相当難しいですよ、僕らの時に比べて。やっぱりこうちょっと知恵を使うっていうのかね、ただ単純に漠然と覚えるだけじゃダメですよと、考えなきゃいけないよ、まあ、それは今現在ね、日照の試験の先生もやっぱり皆さん方にしっかり認識していただきたい論点なんだと思うんですね。だからそういう傾向がずっと続いてますから、まあ、やはり皆さん方3級の受験生さんはですね、非常にまあレベルの高い受験対策というものを取っておられるというところが傾向として強いので、まあ、そういう方々がねこういったわりかし落ち着いた問題を解くということが出てくると、まあ、当然のことながら受けてる人の質が要は高いわけですから、合格率自体もそれに比例する形でやっぱ上がってくるんじゃないかなと。いう気がします。だから問題が簡単ってことじゃなくって、おそらくですけども私どももそうだし他校さんもございますよね、資格予備校等を活用してですねしっかり受験対策をお取りいただいたというような方々を想定しながら
考えると、まあ、これ結構な合格率が出るんじゃないかなっていう感じは僕の中でまず問題解いてる時に出ましたね。ですから、まあ、具体的数字としてどうっていうところはね、何とも言えないところはあるんですけども、まあでも全国の合格率で40とかってことはないんじゃないかな。僕もうちょっといくと思うんですよ。全国合格率ですら、まあ、40% もう超えてきて、下手するとこれ50とかいくんじゃないかなっていう気がします。それは繰り返すけど、問題が簡単ということではなくてね、やっぱりそれに向けてっていうのかな、本試験の受験に向けて準備されてる方々の準備していただいてる内容のレベルが相当上がってるってことが一つの証左だと思います。だから皆さんもさっき、まあ実は僕これね、うちのこのスタジオがあるの中野本校って言ってね、東京の中野っていうところがあるんですけども、まあ、そちらでですね、回答速報会をやりました。ライブでね、やらせていただいたところがあるんですが、まあ、その参加者の方もわりかし余裕な顔をされててね、できたできたというような感じだったんで、まあそこまでもう簡単な問題っていう感じではない、簡単ではないんですね、普通なんです。で、普通の問題にしてはやっぱ反応もいいし、まあまあできてるよというような感じだったんで、まあやっぱりみんなそれに応じてっていうのかな、試験が難しくなってる以上はそれに対応するべく準備をされてるんだなというふうにね、まあ偉そうですけど改めて僕感心しました。それがまあ今回の当連、あ、当連じゃないですと、今回の本試験ね、本試験です、本試験のまあ問題回答してみたり、あとは回答速をやってみた僕の率直な感想です。で、まず、そんなところはちょっと思ったよっていうことはね、所感として述べさせていただいた上で、まあ一応回答速報というところでございますから、今回の問題で注意しなきゃいけない点をいくつかお話ししようとは思います。で、まず第一問、仕分けの問題なんですけど、そうだな、まあ、今日の第一問はね、比較的対応はしやすかったのかな。まあ、ちょっと注意しなきゃいけないよっていう部分に関して言えば、2番それから5番内容的には、あ、ごめんなさい、2番および4番か、ああいうところになるのかなという気はします。まあ少しね、2番目あたりなんかは商品販売に関するね、得意先負担の運賃立て替え払いのパターンですから、まあここら辺はね、基本の論点ではありますけども、やっぱ試験ですからちょっと舞い上がっちゃうところもあると思うんで、しっかり使える勘定科目を選択していただいてね、まあこれ今回戦い金ないですから、戦い金ないということはもう必然的に売掛金に含めることしかないという話なんでね、まあそこら辺は正確に判断ができるということは必要だったと思いますよ。まあ逆に言うとね、多分ここがちゃんと対応できちゃえば、その後も冷静に対応できたんじゃないですかね。あとちょっと引っかかるっていうか、問題解いてちょっと一瞬止まっとうかなと思うのは4番ぐらいかな。広告宣伝費を必要金口座から支払ってます、また振込手数料として300円が同口座から引き落とされました言ってるんですけど、これまあ結局のところ借り方側は広告宣伝費と支払い手数料で、貸し方側は合算値、広告宣伝費の3万5000円と手数料300円足していただいて、ね、3万5300円で貸し方必要金、まあ、結局全部必要金で払ってるって話ですから、その前提で仕分けをやっていただければいいよっていう問題だったんですけどね、まあ、ちょっと書き方が分断されてることによって少し仕分けするときに混乱する可能性はあるかなっては思った。まあ、ただこれもし最悪ね、借り方広告宣伝で貸し方普通預金で、次に借り方支払い手数料で貸し方普通預金分けて書いていただいたって、すなわち貸し方普通預金を2段に分けたって別に事じゃないですですか。あ、それは当然正当です。だからそこはね、一応うちは模範回答としてはやはり一般的な書き方として貸し方普通預金まとめてますけど、これ分断されてるからっつってことになんかできるわけないんで、そこは何の問題もないですからね、当然そういう前提で採点はするはずなんでね、だからそこら辺は別に気にしなくったって大丈夫ですよ。だからまあごっちゃになるぐらいだったらもう分けちゃったのが、変に悩んじゃうぐらいだったらね、分けちゃえば、あ、結局一緒なんだな、後から気づいたって何の問題もないんで、まあそれぐらいですかね、注意しなきゃいけないのは。で、5番あたりの売却は、まあ、ある意味3級でももうだいぶねこなれてきた論点でございますけども、ただ今日の問題はね、何の論点もないっつったらあれなんですけど、僕ちょっとこれ拍子抜けしたっていうかね、一瞬なんかあんじゃねえかなって考えたんですけど、何もなくてね、普通の機種売却ね、で機種売却だから減価償却の月割り計算もいらないでしょ。でなおかつ減価償却累計額とかもデータ全部言ってくれてるんだから、 あとはそれ使って普通に仕分けするだけですね。
で仕分けを起こすときに、まあ、使用できる勘定が未収金じゃなくて未収入金になってますから、まあ、そこら辺はちょっと注意しなきゃいけないですけども、まあ、逆に言うとそれぐらいしか論点ないんでね、そういう意味では対応はしやすかったのかないう気はしましたね。で次に第2問なんですけど、まあ、これはね、毎年毎年8月1日迎えると向こう1年分の保険料払うよ話でございます。で最初問題文見た時にちょっと嫌だったのが、今年の保険料は去年の保険料より 10% 増えてますとかって言ってね、あそこ計算させるのかなって一瞬思ったんだけど、乗ってんだよね金額は。ってことはもう皆さん端的なし、まあ、ちょっと面倒くさい家庭かもしれないけど、去年の8月1日去年の決算で今年の期首で今年の8月1日今年の決算順を追って仕分け考えてってもらって、それ書きゃいいだけの話ですから、やはりねそういう基本的な過程をしっかり取ってっていただくことができれば、まあそれらの対応はできたと思うんですよ。でただこれ回答枠見た時に勘定の方がちゃんと締め切りしてますんでね、で翌期における再振り替えまで書かなきゃいけないんで、当然締め切りをするということは PLCA 勘定である保険料勘定は損益勘定への振り替え内容は書かなきゃいけないし、で BSA の勘定である前払い保険料等は当然のことながら時期繰り越し、ね、締め切り基調をするにあたっての時期繰り越しの記入は避けては通れないはずだから、まあ、そこら辺はねちゃんと理解できました、理解できてますか、ね、帳簿記録の基本的な体系をご理解いただいてますかということを問うという意味で、まあ、今回も死刑の先生お出しになったんだと思います。まあここら辺はねさっきも言った通り結構嫌いな方多いんです、ね、苦手な方多いんですけど、ただまあ僕普段税理士とか一級とかの授業を担当してるんですが、まあ、こういうのはね出しといてくれると実は上の担当者としては ありがたい。やっぱこういったねちゃんと基本的な帳簿の締め切りの論点なんていうのを理解してるっていうことはやっぱ大事なんです。だん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 上に行けば行くほど、それは言い方変えれば実地に入れば入るほどだと思いますよ。基本的な要領としてまず会計の基本概念としてこういったことを理解できてるかどうかっていうのは大事なんですね。だから今回そこら辺の記入内容っていうのが問われてますからね、推定番号で言えばロとかハとかここら辺がちゃんと語句が記入できた、こういったところはやっぱ大事だと思うし、今日ちゃんとできたよっていう人はね、基本的な帳簿の記録体系がご自分の中に取り込めてるって証だから自信持っていいですよ。ちゃんとやることできたんだとね、記録の体系まで含めてちゃんと自分で抑えることできたんだ、まあ、大したもんですよ。これ難しいんです問題として。でそういった実は深いところを問わんとしている問題なんです。な問題だからやっぱり苦手な方多いんだけども、今日ね、そういったところしっかり取れたよって方は自分の勉強は間違ってないね、3級で得るべき知識完全に抑えることができたんだという証になりますから、まあ、そういう意味で見ていただければいいし、まあどうしてもここは嫌いだったんでね飛ばしちゃったとかっていう人もいると思います。でそれ自体は僕は否定しない、受験戦略としては正しいと思う。まあ、できるところをちゃんとやっていくっていうのがまず試験を受けるときには大事だから、だから今日とりあえずそこ分かんなかったから飛ばしたよっていう人もいらっしゃると思うんで、それ自体は僕はダメじゃないと思いますよ。ダメじゃないと思うけど、せっかくねまあ簿記の試験の対策として勉強もしたんだから、こういったところはね、まあ、ちょっと回答速報なんかと付き合わせして、あこれのことかっていうことぐらいはさしっかり確認しておきましょうよね。まあ試験終わった後に勉強なんかしたかねえやって話になるとは思うんだけどね。でもさせっかくじゃない、今日はだってそんなに見直さなきゃいけないもの多くないからさ、多分ね、だからそういったところはさぜひ皆さん見といてくださいよね。で第3問はね、まあ合計残高試算表だからねめんどくさいんだよな、これ集計がさ、まあめんどくさい。でなかなかねさっきも言った通り僕普段税理士とか日商簿記だって一級のね授業の担当させていただいてるんですが、こうやってねとにかくモリモリ仕分けやって合計値と残高とどっちも集計しなさいみたいな問題って上行くとないんですよね。だから僕普段あんまりこういうのやんないんで、まあめんどくせえなと思いながらね僕も解きましたよ。だ皆さんも思ったでしょね。まあ皆さんね普通に3級問題を解きいただくにあってまずどうしたってこれ資料2番載ってるものをどんどん仕分けするじゃない。で仕分けした後に今度集計になるからね、まあ結構めんどくさいね。まあ皆さんは何の抵抗もないかもしれないですけど、僕なんかもうねちょっとこれ字がちっこいからね
まあ見ててもしょぼ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 してきちゃってね。まあこれはめんどくさいよね。でめんどくさいけど、まあ試験だからね、そこはもうやるしかないんですが、ただ一つ一つの処理内容自体はね、やっぱそんなにずぬけて難しいのってないな、いうのが率直な僕の感想。逆に言うと本当にね、各テキストとかで使ってるような基本的な事例というものをしっかり処理ができますかいうのを問うような問題になってるんで、僕ねこの問題悪くないと思いますよ。欲を言えばもうちょっとひねってもいいのかなっていう気はする。もうちょっとひねった問題出してもよかったのかなっていうのを思うぐらいなんで、まあ、逆に言うと本当にベーシックな論点を問う前提になってるから、まあこれは最初の話に戻りますけど、やるべきことなすべきことをしっかりと基礎固めをやった人にとっては非常に解きやすかったと思います。ただ解きやすかったっていうのと回答が満点取れるかっていうのは別の話なんで、仕分けがちゃんとできてもね、やっぱ集計のミスってのはどうしても出やすいですね。だそこちょっと注意をねしなきゃいけなかったかなっていう気はするけど、ただ僕どうしてもね今日第3問を見た時ちょっと死刑の先生の配慮を感じたですよ。まあ合計値それから残高値ともにね、それぞれ集計要領を確認したいというコンセプトで問題は多分お作りになってるんですよ、回答用紙は。ただこんな合計残高試算表を作らせるっていうのはですね、まあ、一つ試算表の誤認を避けるっていう効果もあるんで、もしかしたら僕そっちを意識してこれにしたのかなっていう気もしてんの。っていうのも合計試算を作るなって問題作ると大体残高試算を作る人一人や二人はいるしね、で残高試算を作るなっていう話になれば合計試算を作っちゃう人もいるしね、でそういったことをまず回避できるじゃん、合計残高試算だったら枠がもう全然違うんだからね。ってことは、まあ、そういう配慮も多分に働いてんのかなっていう気がする。だからそういうことまで配慮した上で取引自体だいぶベーシックなものを固めてきてるっていうところになるから、本当になんかこの問題見た時に僕今回の試験の先生のメッセージっていうのかな、ちゃんとやるべきことをやった人は今回は点数取らせてあげるからねっていうメッセージと僕は受け取りましたね。ですか？だからそういう意味ではもっと皆さん多分うちのね、私ともレックの東連なんかお使いいただいた方もそうだし、タコさんの東連やられた方ももっと難しいのいっぱいあったでしょ、ねえ、いろんな取引が入っててさ、有価証券の話だ何だろうも入っててよ、難しいな、めんどくさいなっていうのがあったと思うんだけど、そういうのないもんね。だからおそらくこれもっともっと難易度の高い問題は皆さん対策たられた方が多いはずなんで、まあ、そういう意味ではね点数取りやすかったかな。逆に言うとこういう問題だからこそちょっとじっくり冷静にね、いつも以上に注意をしながら集計手続きなんかはやってほしかったなっていうところは正直ありますけどね。まあそういうことも勘案しながら見ていくと、まあ、だいぶ落ち着いてて僕はいい問題だと思います。基礎力重視っていうのかな、いう気はするんで、まあそれはいい問題だったと思いますよ。で第4問のまあちょっとこの理論の話っていうのかな、少しここはねやっぱりまあ書きづらいところもあったかなとは思うんだけど、例えば3番あたり、建物の修繕によってその機能が向上し価値が増加した場合、価値増加を伴うとね、建物修理をやったんだけど建物の価値が向上しちゃった、でこの場合どうするんだっていうと、これいわゆる資本的支出って呼び方してね、修理代だっていう表現してるんだけど、これは資産の増加で処理するんですよね、価値が向上した部分は資産の増加で処理する、だ今回だったら建物勘定で処理するって選択ですね。まあここら辺はちょっとねやっぱ難しかったかなっていう気はするんで、3番とか別にできなくてもいいかと思うんだけど、逆に言うと4番とか5番とかね、これはだいぶ取りやすいでしょ。でもっといや2番あたりも取りやすいと思うんですよ。そうすると全部が全部満点なんか取らなくたっていいわけですから、まあ、少なくとも4番5番ぐらいは拾えるだろうしね、まあ拾ってほしかったなという気もするしね。であともう一個ぐらい取れればもうそれで第4問だから同じだもんね、でしょ。でしたらもうそんなのどんどん切り上げちゃってさ、最後第5問だったら第5問行くと。で第5問は PLBS の作成なんですが、僕個人的にはねもっと貸借対照とか出るんだったら科目書かせるかなっていう気がしたんですよ、表示科目ね、書かせるかなっていう気はしてたんだけど、まあ、PLBS の割にはあんまり科目も書かせていないので、そういう意味ではだいぶ落ち着いてるかなと思います。まあ唯一と言っていいぐらい書いていただいてるのはまあ前受け金とかぐらいでしょ。でそれ以外にまあ貸借対照上前払い費用とか
書かなきゃいけないようにはなってますけど、ただこれも前払いのとこしか空欄ないんでね、結局どっちかっつうと後半の方のがごっちゃになるわけでしょ。でしょ、仕分けを考えた時にさ、ね、皆さん方どういう部分がやっぱりね気になるか、まあ、仕分けでは前払い家賃とかになるけど、 BS 書くときは前払い費用に変えなきゃいけないわけですから、まあ、そこの費用という言葉がもう BS には印刷されてるんで、まあ、今まではこういう形式なんですけど、だからまあ前払いって書けばいいだけの話ですから、あんまり回答用紙を作る段階で、まあ、すなわち仕分けなんかが終わった後にね、回答用紙を作る段階で悩まされるということも少なかったような気がする、ね、だからそういう意味ではそうだな、まあ、決算整理もそんなにず抜けて難しいというようなものはないよね、ないので、まあやっぱり対応はしやすい問題が多いんじゃないのかなという気がしますね。まあ減価償却費の計算なんかでね、期中に取得した備品がありますから、そちらについての償却要領なんかはちゃんとね意識をしてやっていただかないといけないところはありますよ。期中取得ですから当然月割りが必要だし、で元々持ってた部分は1年分計上しなきゃいけないとかっていうところはあるけども、ただこれももう皆さん方これまでのね、受験のためのご用意の段階で経験したことある類の問題だと思うので、まあ、そういう意味からすればやっぱりね第5問に至っても比較的手は出しやすい。で当然のことながら、まあ、みこし繰り延べなんかの話も入るし、まあ、ここら辺も結構計算ミスは出やすいんで注意はしなきゃいけないんですけども、満点っていうのはなかなか出ませんが、ただまあいわゆる7割合格ですから7割以上の得点を積んでいきましょうという視点で考えれば、全体的にはやっぱりそれは達成しやすいのかなっていう気が僕はしましたね。でただこれあくまでも僕は今までの過去の問題の傾向と比較をしてね、比較的点数は取りやすいかなっていう感覚でお話をしただけなんですけども、ただ繰り返すけどこれあくまでも本試験なんでですか、本試験ですからもうべらぼうに簡単だってことはないわけですよ。で当然のことながら3級を一生懸命勉強されてる皆さん、今まさにね今日に向けて勉強されてきた皆さんにしてみればね、どんな問題だってやっぱ3級の本試験の問題ですから構えますし、で実際手を出せば少し難しいなっていうふうに感じられるのは当たり前のことね。だからその中でね、なかなか思うようにうまいこと回答が出せなかったっていう人もいると思いますね。それはやっぱり本試験だもんね、うまいこといかなかったっていう人もいると思うんだけども、ただそれはね実際にこの後結果が出てみないとね、どういう形になるのか分かんないわけですから、変に落ち込む必要なんかないんでね、まあ、とりあえず現状の状況として模範解答なんかと付き合わせをして、ああこういう形かなというところをねざっと状況把握をしてさ、でできれば、まあ、今日はもうやることはないですよね、試験のために一生懸命エネルギー間へずって勉強やったりもしたと思うからさ、今日明日にすぐやり直しなさいなんていうつもりはないけどね、まあ、結果出るまではね、一応念のため、力を落とさないようにはやっぱりしておく必要っていうのはあると思うんで、まあ、そういうことを考えるとね、今日の問題をですか、やっぱりもう一回ぐらい見直しをする、模範解答なんかを参考にしながら解き直しチェックをしておく、こういったことはね必要だと思うよ、ね、せっかく頑張ったんだから、もしですよこんなこと当日に言いたくないけども、また皆さんも聞きたくないかもしれないけども、試験ですから結果なんていうのは届くまで分かんないわけです。でそうなるとね、せっかくここまで努力したものを一回こっきり失敗したぐらいでですね諦めることはないんだから、やっぱりそうなると次に向けてのステップというものを考えなきゃいけない。だそうなると試験の結果が出れば何もやらないっていう形にするのはもったいないので、やはりね一回ぐらい自己採点でもちゃんとできたという人も含めてですよね、今日やっていただいた問題ぐらいはもう一回見直しをしておくということはしていただくといいんじゃないかな。でその上でね、まあ皆さん方産休で一つ成果を残すことができればね、ぜひ、まあ、僕が担当してるのは普段一級ゼリ師ですが、まあそちらの方も前向きに考えていただくとありがたいなというふうに思うんですけどね、まあ、ちなみに最後ちょっとご案内になっちゃうんですけど、直近なんで少しお知らせだけしときます。これね、私どもレック例年やってるんですが、今年もちょっとこのイベントやります。6月30日と7月1日、日付限定なんですが、
レックの各本校、校舎限定です。校舎限定なんですけど、小学生試験というのがあります。で、小学生試験って、なんだっていうとですね、まあ、詳細の内容はホームページ上で確認をしていただきたいんですけど、例えば次ね、簿記2級やってみようと。ね、そういうふうに思われた方は、3級の試験受験したレベルの小学生問題を解いてもらいます。で、その得点状況によって、当日ですね、割引チケットを発行します。で、この場では、割引チケットを発行するだけですから、手続きしなきゃ帰らせねえとはそんなことはないですよ。そのチケットも一定の有効期間はありますけども、チケット発行させていただきますんで、まあ、仮に100点取っていただければ 100% 割引ですから、まあ、ただで2級はやっていただこうと。ね、まあなかなか 100% は出ないけどね。でもね、去年も一昨年も1人ずつ出てんですよ。ね、ちょっと100% 割引ってね、どうなのっていうところは正直あるんですけど、まあでも去年も一昨年も 100% でじゃん。まあでもそんな頑張ってくれたんだからね、2級をさ、形としてさ、取ってもらって残してもらえれば、それはうちもね、資格予備校を見よりに尽きるから、もう行こうよと。ね、半地区に 50% とかやったってしょうがないじゃんとこういうところがあって、まあ、こんなのやります。で、やりますんで、まあ、ちょっとどうしても実施地域ってのは限定されてしまうんですけども、もしですね、ご自宅の最寄りで、レックの本校があって、でさらに上位なんかをお考えいただいている方々は、よろしければこういった小学生試験というのもございますんで、ね、ここまで勉強していただいた内容が次のステップ進むにあたってですね、割引という形での還元を受けられるようになりますから、まあ、ぜひね、よかったらこういったものをご活用いただいて、まあ、次へのステップなんかも前向きにね、ご選択いただけるとありがたいなというふうに思います。はい、まあこれうちの営業から言えって言われてるんで、僕も言わないと怒られちまうんで、すいませんね、営業みたいな話で、ちゅうか営業なんですけど、言わないと僕が本当にこってり怒られるんでね、これはね、ちょっと言うだけ言ったからもういいんですけどね。まあまあ、何にしても皆さん、今日ね、産休の試験、朝から受けていただいてますね。今日に至るまでは、やっぱりね、少し睡眠時間削ったりしてさ、やりたいことも我慢してね、勉強してきたと思うんで、まあ、とりあえず今日で終わりました。まあ、いろいろね、気持ちの中ですっきりしないものを抱えておられる方もいらっしゃるかもしれないけども、そういうのも含めてね、ですか、ここまで一生懸命やったから、そういう気持ちになってるんですよ。で、それは皆さん方がここまで努力した証なんです。ね、何の努力もしてなくて問題できなくて、はーってへこむ人はあんまりいないでしょ。まあ、全くいないとは言わないけどね、やってないんだからできないのは当たり前なんですよ。で、そうじゃなくて、やっぱり一生懸命自分なりに頑張ってやったから、うまいこといかなかった時にね、気持ちがなかなかね、すっきりしないなとかっていうものを抱える。でも、そういう感覚になっただけでも、これまで一生懸命やれた証なんだから、そうでしょ、やったんだから、それはそれで自分を褒めてあげなきゃダメよ、ね、結果は出るまでわからないんだから、ね、だから今日はとりあえず一生懸命頑張れたと、まあ、いろいろ思うところもあるけども、一生懸命試験には向き合ったんだと、それでいいじゃない、ね、だからこれまでちょっと我慢したことも含めてさ、ね、あんまりはっちゃけすぎるのもどうかと思いますけどもね、まあでも少し我慢してたお酒があるならば、お酒好きな人はお酒飲めばいいと思うよ。ね、まあ何したって自分でちょっとしたご褒美。ね、今日はちょっと疲れちゃったから早めに休んで、明日ね、月曜日会社行って、とっとと会社切り上げて、ね、早めに飲み行っちゃうとか、もういいと思います。ね、頑張ったんだからそれぐらいのご褒美はあっていい。ね、そうだよ。本当にそう思いますよ。で、その後に、まあ2、3時したらさ、ね、まあ、上をやれやれって僕は言うつもりもない。皆さん方が自分で必要だと思った時に、僕らを お役立て、お手伝いができれば、ああいうことはないですけども、ね、そういったことも考えながらさ、ね、少なくとも今日やった問題はもう一回ぐらい見ておく、ね、それは結果出るまではわからないんだから、自分の力を落とさない、ね、いうためにも見ておく、それは一回やった方がいいよね。そんな形でお過ごしいただければと思います。はい、ということでちょっと長くなりましたけども、今回の第149回検定に関する産休の解説講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。